今日呢一個 YouTube Live じゃあ、でも、私が、あの日に逮捕される、国家安全法逮捕される、心の準備全然できていないまま逮捕されたので、やっぱりいろいろ、現状が把握していないまま逮捕されたというか、本当に不安というか怖さがとても、とんでもないし、 工作されている時に本当に弁護士を通していろいろね日本の皆さんも香港の香港市民の皆さんの応援すごく感じられたし弁護士からアグネスのこと今日本人たくさん応援しているよとかそういうメッセージがなんか届いたので本当に本当にありがとうございました。これから起訴されるかどうか主眼されるかどうか本当にわからないので やっぱり日本の皆さんも引き続き香港のことに注目していただければいいなと思います。これだけ多くのこの不当なですね国家安全維持法につきましては、この条約を保護し、そして一国二制度を崩壊させたというふうに思わざるを得ません。緊急集会を呼びかけたところですね、機能だと。香港の自由のためにですね、 全力で精一杯活動していくという宣言をされまして、私も胸を打たれたわけであります。我々はそういった方々のですね、この気持ちを支持をして、今後とも支援をしていきたいというふうに思っております。